方からの質問なんですけど、はい、2つ目、衆議院選挙、グレートサスケさん擁立しますかという質問です。あ、今のところサスケさんと直接はないですけど、東北で出ていただけるんであれば特別に出てもらうつもりですよ。最近サスケさんとそういう意味じゃ連絡取ってないですけどね。わかりました、はい、ありがとうございます。それは本人から出ていただけるということであれば、あの東北エリアっていうことであれば、ね、絶対当選しないんですけども、であれば出ていただきたい。まあちょっと医者弁護士限定というわけじゃないんですが、まあ、あの特別な理由があれば公認するということも言っていますので、あのぜひ東北でグレートサスケさんが出ていただけるということであれば公認させていただきたいと思います。はい、次にですね、フォルクスワーゲンからクレームが来るのではないかというゴルフ島に関してだと思うんですけども、ああ、クレームを受け付けるしかないですけども、まあ、それはむしろあのワーゲンさんの方がゴルフを先に取ったわけじゃないと思いますから、そこはクレームが来たとしても分かりましたしかないんじゃないですかね。ありがとうございます、はい、次ですね、ゴルフ島になるにあたり、党員さん同士でなんか勉強会みたいなのってやるんですか？勉強会というのはやっぱりしないといけないですね。とりあえずそのどういう政策を掲げるのかっていうのは幹事長を中心に今緊急に作るようにとは言っていますから、まあ、こちらで作るのもそうだし、何よりもそのゴルフの関係者の方からの要望っていうのを言ってまとめるわけですから、まあ、これは随時勉強会というか、当然こちらのホームページや YouTube にも発信していきますから、あの、あえて何とか会になるのかどうかは別にしても、しっかりとそういうことについては党の方針を勉強していただきたいということですね。やると思いますよ、はい、勉強会。はい、最後ですね、ゴルフ島の後に、メインのコートの名前にホリエモン新党が来るっていうことは可能性があるのかどうかという質問もあるんですが、堀江さんにとにかく聞きます。そこは解散が決まった段階というか、まあ、選挙が確定になった段階では堀江さんにまず出馬をするかどうかの確認をした上で、出馬するしない、あるいは斉藤君だけ出る場合で政党名について堀江も新党をどうするのかということについても堀江さんと話し合いをして、最大限堀江さんの意見意向を尊重するというか、それを実現しようと思っています。ありがとうございます。はい。